耳で読む宇宙の書店体8、木星の霊と住民について。2、危機物語。木星の霊と住民について。2、52、木星の住民がどんな顔をしていたかも私に示されました。私が見たのは住民自身ではなく、木星に住んでいた時と同じような顔つきの霊たちです。その顔を見せてもらう前に許しを与える明るい雲が見えた後、彼らのうちの天使が一人現れました。そしてその時二人の顔が見えてきました。その顔は私たち地球人の顔に似ていて、明るく美しい顔をしており、その顔から誠実さと謙虚さが光り輝いていました。木星の霊たちが私のそばにいた時、私たち地球人で普通より小柄の顔が見えました。そうなったのはその霊たちから自分たちの顔の方が大きいという考えが流れてきたためです。木星に人間として住んでいる時、死んだ後は顔が比較的大きく形も丸くなると信じているわけで、その考えが彼らの心に刻まれ、それがずっと残って霊になった時、自分にとっても大きな顔となって姿を現します。やがて顔が大きくなると信じていた理由は、彼らに言わせれば顔は体ではないということです。顔を通して見たり聞いたり話したり考えたりしていることを表すからです。このようにして顔を通して精神が輝き出るわけで、顔については精神の形であるという考えを持っています。しかもこの世での命の後、はるかに英知を持つようになることを知っているため、精神の形である顔が一層広くなるとも信じることになります。なお死んでからは彼らの顔を熱くする火を感じるようになると信じています。彼らの中で英知に優れた人が分かっているように、そこから彼らが帰結することは、火は霊的意味では愛を意味し、愛は命の火であること、またその火から天使たちには命がいただけることを知っています。その中でも天界的な愛のうちに生きてきた者には、望むものを所有し自分の顔が熱するのを感じ取ります。その時彼らの精神の内部は愛で燃えます。そのため木星の住民は自分たちの顔をよく洗い清めます。そして注意して太陽の熱から保護します。それで青みを帯びた木の皮から作られた覆いを頭に巻いたり顔を覆ったりします。彼らは私の目を通して我が地球人の顔を見て、その顔が美しくないと言います。地球人の顔の美しさは外面の皮膚に依存していて、内部を元にした繊維の内にはないと言います。顔にあざがあったり吹き出物があったり、醜く見える人がいるのに驚いて、木星にはこのような人は全くいないと言います。むしろ顔は快活に笑って微笑んでいるそうです。そして唇の周りが少しばかり出ていました。53、唇の周りが出ていて笑顔なのにも理由があって、顔を使って話し、それも特に唇の周辺を使うためで、自分が考えてもいないことを口にする見せかけはしないし、顔をこわばらせることもなく明けっぴろげにしているためです。幼い頃から見せかけを行うことを学んでしまった場合は違います。顔から自分の考えが外に漏れないように、内から顔を収縮させています。外部が明けっぴろげになることはなく、小賢しさの命ずるまま解放したり収縮したりします。唇の繊維やその周辺の繊維を観察した結果、心理はこうです。顔にある一連の繊維細胞は多岐にわたって複雑で入り込んでおり、それは食べたり声を使って話したりするために作られているだけでなく、精神的な思想を表現するためにも作られているわけです。54、また考えていることがどのように顔を通して現れるかが示されました。愛から来る情愛は表情と
その変化を通して示され、そこにある思考内容は顔の内面の形による多種多様性で表されます。それ以上のことを描写することはできません。木星の住民にも言語がありますが、それは私たちの言語のように音声によるものではありません。一つの言葉はもう一つの言葉を助けます。そして顔による話し言葉の命が音声による言葉にほのめかされていることです。私が天使たちから聞いたことは、それぞれの惑星にあってあらゆる言葉の出発は顔を通して表す言葉だったそうです。そこにはまた二つの源泉があります。それは唇と目です。そのようにして言葉が生まれてきたわけは、人が考えたり欲したりすることを具体的に肖像化するため顔が型作られたからです。人の顔が精神の肖像であるとか指標であると言われるのはそのためです。これは最古代または初代にあっては正直というものが存在していましたし、人は顔からそれが輝き出るということで自分が欲することしか考えなかったし、それ以外のことを考えたいとも思わなかったわけです。このようにして精神の情愛や思考が生きたもの、円満なものになり得ました。そして形をとって目にも現れますが、そこで各種各様のものが同時に表現されます。このような言葉は音声による言葉より優れているわけです。これも視覚は聴覚に先んずるもので、例えば野原の景色を目撃した後でそれを耳にしたり音声で表すものを理解したりするからです。またそれに付け加えて次のように言いました。このような話し方はその時代の人たちが交流していた天使たちの話し方とうまくマッチしていました。顔が語り、精神が顔を通して語るとき、それが人間の最終的で自然の形態の話し方であることです。口を使い音声を通して語るとき、そうはいきません。サイコ大臣には音声による話し方がありえなかったことは誰にでも理解できます。なぜなら言語音声は直接的に注がれるものではなく、人為的な発明によるもの、事物に対して適用されるものだからです。これは時代の変遷とともに生まれたものなのです。と、正直や公正が人間に存在する間、このような話し方もまた存続しましたが、人が自分を愛し隣人を愛さなくなると、精神はそれ以外のことを考え、それ以外のことを口にし始めました。そしてその時を境にして顔を変えず、しかも偽るようになって音声による話し方が増えました。それ以来顔の内面的な形が変わり、引き締まり硬くなりました。それにおよそ命のないものになり始めました。そればかりか外面は自己愛の炎で燃えながらも、他人の目には生き生きしているかのように見え始めたのです。内在の命が欠けていることは人の目にはつかず、その内部を見る天使の眼前には姿を現します。このようにして顔とは違うことを考え話す人たちになりました。現在は知るから来るとされている仮想、偽善、双心、下心などはそのような結果をもたらしました。しかし来世ではそうはいきません。来世では顔と違うことを言ったり考えたりすることが許されていません。そこでの不調和は一つ一つの音声の中で明らかに感じ取られます。そして感じ取られ次第、そのような不調和を持っている霊は仲間から放逐され、そして罰せられることになります。その後いろいろなやり方で考えている通りを口にし、欲している通りを考えるように、つまりバラバラにならないような状態に戻されます。本人が善人であれば、善を欲し善に根差した真理を考え口にするよう、悪人であれば悪を欲し悪に根差した偽りを考え口にするようになります。そうならない限り善人もそれ以前に天界に上げられることはないし、悪人も地獄に落とされることはありません。それは
他でもなく、地獄には悪と悪から出る偽りしかなく、天界には善と善から出る真理しか存在しないようになるためです。